疫病、災害、老後、これほど便利で豊かな時代なのに、なぜだか未来は不安でいっぱい。そんな中、50歳で早期退職し、コロナ禍で公演収入がほぼゼロとなっても、楽しく我慢なしの、買わない生活をしているという稲垣恵美子氏。不安の時代の最強のスタイルを実践する筆者のつれづれ日記、連載第5回をお届けします。なぜぬか漬けが長続きしないのか、天界、家に、ぬか床を常備さえすれば、もう全く何のコストもかけずとも会長、快便生活、すなわち、健康の基本の木が、誰だって、たちまち、難なく手に入るということを、経験者として力の限り書かせていただいたところである。ってことで当然、席にも、会う人会う人に、ぬか漬けやりません、とおすすめしているわけなんだが、どうもね、これがうまくない。いや皆さん、若い方から年配の方まで、案外ちゃんと興味は持ってくださる。だがしかし、簡単だよ大丈夫だよという我が説得に負けて、じゃあやってみるか、となってもですね、これがいかんせん長続きしない。原因は、ほぼ 100% 混ぜるのが面倒、ってやつである。最初のうちこそ張り切って混ぜ混ぜするんだが、次第にその回数は減り、結局ほったらかしとなり、ぬか床ごと捨てる羽目に、というパターン。そうなのです。皆様どこかでお聞きになったことがあると思うが、ぬか床ってやつは定期的に混ぜてやらないと、余計な菌が増殖して具合が悪くなってしまうのだ。一日忘れたくらいではどうってことないが、一週間週間となると、ふっくらしていたぬか床がぺったり病的な感じになってくる。それでも私の経験では直ちに死亡ということにはならず、心を入れ替えて混ぜてやれば菌様たちはブツブツ言いながらも徐々にちゃんと立ち直ってくださるんだが、まあできることなら一日に一分程度をぬか床のために割いてやることが望ましい。そうたった一日一分けだよ。それさえやれば1年65日いつでもおかず一品が保証されるとなれば、誠にお安い御用ではないか。でもこれがね、言うほど簡単じゃない。確かに手は匂うし汚れるし、たった1分でも結構気合が必要なんだよね。しかもそれが毎日となればついサボりたくなって、一旦サボると弱ったぬか床を見るのが怖くなり、さらに手が遠のき、となればさらに恐ろしさが募り、という間のスパイラルに陥って、あとはもう真っ逆さまに取り返しのつかぬ悲劇へと突入していくのであります。